遡ること400数十年前、将たちが己の夢と野望を叶えんと戦場を駆け巡り、熱き魂を燃やし刃を交えた戦の時代があった。そんな激しくも儚い戦国の世に、義を重んじ、己のためではなく人のために、そして国のために戦った一人の武将がいた。その武将こそ軍神と恐れられた名将、上杉謙信公である。そして今、戦国時代から長き時を超え、この現世に上杉謙信公の義の心とふるさと越後上越を広元中に知らしめるため、越後の武将たちが再び蘇ったのである。皆の者、時を使い、今こそ我ら上杉の武勇、この地に知らしめよう。おお、兜に掲げし愛の一字が越後の未来を切り開く。上杉にその生涯を捧げた忠義の武将、上杉家筆頭家老直江兼続様、いざ出陣。いかなる強敵が立ちはだかろうとも、わしは決して当たりは引かん。さあかかってこい。上杉家の未来はこの直江兼続が必ず守り抜いてみせる。さあ、熾烈な上杉家の跡目争いを制し、謙信公から受け継いだ義の心で激動の時代を戦い抜いた上杉家に、上杉景勝様、いざ出陣。謙信公の義と上杉の名を汚すことは、このわしが断じて許さぬ。それこそがこの景勝の誇り、決して揺るがぬ我が義の道である。龍子は言う使われかしまり、織田討伐の手取り川、全ての戦は第一に。戦国の世に義を貫き通した越後の龍、越後国主上杉謙信公、いざ出陣。我こそ李三天の化身なり、我を信じ助けを求める者たちの声、この上杉謙信必ず答えてくれ。それこそが我が定めし第一義の戦なり。さあ皆の者、
見えるからの。やまいろ勝ち時じゃ、いざ。えい、えい、えい、